な、太陽の関係と僕の位置関係でか、空モーションが見えないのがね、ちょっと残念なんだけど、ね、タンクステンの、あー抜けたやった、旗です。ちょっともうそろそろ結び直さないといけない、ね、旗ちゃんは歯が鋭いからお、なんか向こうの波やばくない岩を越えてない今の来たかやばいのか、あれの、あ、当たり？当たりだあのビッグウェーブはちょっと無理だなよし、はい、関門旗です。おっとっと、はい、かわいいフロントフックだね、はい、ありがとう。すごいよね、もう渓流みたいだもんね。ここん、あ、釣れてたんだびっくりした、何人と思ったら魚でした。あ、おじさんだ。あ、はい、え、おじさん入ってんの、え、おじさん入んのおじさん公園の中入るんだおじさんはそこの岩にいるんだけど、顔出てるよ、おじさん。おじさんが、おじさん岩の中入っちゃった。よし、手濡れたくないからな、この岩をちょっとどかすか。ああ、結局そうなんのそうなるんだったら最初から突っ込んでるよ。よっこだ、セット。おじさんも一緒に出てきた。違うあ、おじさんじゃなかった、旗だった、ちょっと大きいおじさんだと思いきや旗でした。少し大きいね。やったぜ関門旗濡れたって、ちょっと大きい旗でしたありがとう。てるよね、ツイッチしてる時に来た。おおおおお、よし、あーごめん、横にかかっちゃった。はい、フロントが外れたのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっとスレになっちゃって申し訳ない。よし、まあいいや、逃がします。関門旗ちょっとサイズがいいな、この。はい、ありがとう。うわ、すごい川かよおー、食ってきた、見えたぞ今小さい岩の陰から出てくるのが見えました。よいしょ、ヒレグ、間違えた、石垣旗ですね。かわいい、よいしょ、ありがとう。はい、センキュー。俺が水没したのはね、確かあの辺だねiPhone ともとも全てをやっちまったのは。もうちょっと潮が高いですね。わお、来た来たけど乗らない。来た、止めたらちゃんと乗った。はい、関門旗いいサイズになってきたね。これね、まあ、大きくなるサイズじゃないからね、対抗がいい、こっちがいいか、すごくサイズ的には小さいんだけどね対抗がよろしい。ほい、ありがとうありがとう飛んでった、ごめん。やはり旗に対しては食わせる間を与えてあげた方がいいな、まあ、そうすると他の魚が釣れなくなる可能性が出てきてしまうんですね。これ難しいね、これ。来てるよねよいしょ、おっと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 、さて犯人は関門旗。よいしょ、こんな風にさ、ちょっとこうしましまがかったやつと、これがないやつがいる、おっと、ないやつがいるんだけど、これの差がね、ちょっとわからないよね。ちょっと俺の手袋にガッツリ入ってんだが、ちょっと、ちょっと、手袋取ろう。
よいしょ。じゃあ逃がします。よ多分ね、なんか種類が違うんかな。ただただ住んでる世界が違うから色が変わるだけなのかな。はい、ありがとう。謎ですね。さっきちょっと撃ったっていうのもあるからな。向こうから見下ろしたんだよね、確か。来た。こいつ結構重たい。よいしょ、ちょっと使おうかな。よいしょ。あ、白縁旗じゃなくて茶色丸旗の方かな。ちょっと待って、グリップ使わせて。よし、太陽の向きはこっちだ。はい、頭でかいな君これが茶色丸肌だと思う。茶色ヒレグロ肌だと思うな。やったぜ、クランクで釣れました。太鼓はね結構いいよこいつよし、ごめん、こいつ好きだから写真撮らせて。ちゃんと見せないといけないからな俺は羊釣りさんで釣れましたよってね。ありがとう。いいえ、ちょっと離して、口離してバイバイ。ほい、クランクで釣れました。ラインは大腸。よしよし、戦車とか運べそうパー、見とれてたら根がかりしたんだおいー、これダメだ、ちょっと取り行ってきますなんでこんな釣れるんだろうな、クランク。クランクが釣れる秘訣を知りたいよ。なんでっていうのがわからないんだよね。一気に対岸まで来ました。疲れた。これでちょっと戻りながらね、まあ軽く進むけどやって終わりにしましょうかね。もう満ちてきて終了だ。魚は戻ってきてるかな。暑い。しかし釣れてるよね。あ、入る。よいしょ。ちょっと大きい旗だ。よいしょ。ほい。30アップ。やったー。戻ってきてよかった。ここ。丸のみ。ちょっと一旦下がった方がいいな。よいしょ。ほい。ヒレグロ旗。30アップのヒレグロ旗。すごい。丸のみなんだけど。よし。はい、じゃあもう一回移してヒレグロ旗と思うちょっと大きい。よしよし、ありがとう怖え。よっしゃ、戻ってきてよかった。こっち側にクランクさん、ありがとう。ラインは、大丈夫。なんだろうな、クランクにしてからあいつがよく釣れるんだよね。ヒビレ旗もそうだけど、よくわからんカニが好きなのかな。理由は分からんが、よく釣れるのはね、もう間違いないよ。でもな、また遅くまでやって共同売店に行くとおじさんたちにまた捕まっちゃうからなでもいいんだけどね、いいんだけども帰れなくなるんだよ。また飲めって言われたらどうしよう。今日は帰りますんでって必死で断んないおごるから飲めって言われたそんなこと言われたらもうはいとしか言いようがないんだよ。よし、じゃあ一気に戻ってスロットやって共同売店でジャイアントコーン食って帰りましょう。よし、行こう。がやるというねちょっと飛んだな。さらにメカニカルを緩めてみるか、強めてみるか。来た。あ、これなんだ、トゥクトゥクするぞ。よ
はい。俺が一人でボソボソ言ってる時に釣れました。関門ハタですね。やったぜ。よし。おい、ありがとう。もうちょっと前がいい。よし、ありがとう。はい、お疲れ様でした。後半はね、またクランクに頼ってしまったんですけども、もうボロボロです。買ったばっかりなんだけどね。どうしてもフックサイズが小さいので、まあ、今日釣ったような30センチ台のハタであればまあまあ全然大丈夫だと思うんですけども、これが40、50になってくるとこの針ではまず持たない。そして針のかかりがね、どうしても浅くなってしまうので右でしてしまうと思うんだよね。ドラグフルロックでフンってやると。だからね、これに代わるいいルアーがないかなと一からね、ちょっと探し直したいと思います。これはもちろん使うよ、また新しく買うけども、これをな、問題をクリアできる。これ 8.5 グラムくらいなんですけども、 10 グラム、15グラムとかでね、なんか5センチ台でいいのないかな、無理だよな。まあこのあたりもね、なんか新しいのが発見できたらご紹介できたらと思います。よし、帰ろう。今日頑張った。早くしないと共同売店でまたお酒飲まされてしまうんでね。ジャイアントコーンでも食ってさっさと逃げるように帰りましょう。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。よし、帰ろう。お疲れ様です。